年末にね、はい、あの増田岡田 DVD を出したんですけれども、はいはいはい、増田岡田寄席15周年記念ライブの、うん、でそれの発売記念イベント、うん、まあ、今週の月曜日ね、堺の方でイベントあったんですけど、はい、ありがとうございます、こちら大阪府ラジオネームエミッチプラスさん、うん、堺での DVD 発売記念イベント行かせていただきました。ありがとうございます、すごい人でしたね、うん、私は20分前ぐらいに着いたんですけど、だいぶ後ろで拝見しましたと、うん、だいぶ笑わせていただきましたと、うん、結構皆さんと、増田さんが、結構皆さんと話をしながらこのサイン会のサインをね、うんうん、してるのを見たので、うん、私もちゃんと話をしたいと思って並びましたと、うん、で私が増田さんに声をかけてサインと握手をしてる間ね、うん、まあ、こう喋ってたと、うん、でその間岡田さんは横で手持ち無沙汰な感じで、うん、まあ、順番的に俺がこうサインやって、そうそう、岡田のサインやってお客さんはけていくっていう段取りだったんですけど、はいはいはい、私が岡田さんの前に、うん、行くや否や、うん、すぐサインが終わって、うん、どうもそれだけで終わり。いやいや、どうも、いや、いや、それだけで、まあ、パパって、どうもありがとうございますってことでしょこれ。あ、はい、あの、頑張ってください。うん、え、うん、ありがとう。ちょっと以上で会話終了。以上で、以前、以前、ライブツアー、チクルの、はい、売店でのね、はい、あのグッズ売り場で、はい、握手してもらった時も、岡田さんはこんな感じでしたと。時も、もってどういうことですか。岡田さんはこんな感じでした。どんな感じ。どうも。マサさんは丁寧に応対して、いや、終わりか、おい。岡田さんは、なんか、絵に描いたような愛想笑い。いや、私のイメージしてる岡田さんが間違ってたんだと思います。いや、そんなことないです。謝り申し上げてくださいですと。いや、私は2枚 DVD を買いましたと。いや、それはちょっとその、そんなことないと思います。ちゃんと僕は誠心誠意やってますよ。その、今の、書面での読み方でもかなり、あ、どうもありがとうございます。本当にすいませんみたいな。適当なんですよね。はい、適当ですよ。俺、なんか岡田さんの子会話聞こえてきたんですよ。はい、あるなんかね、ファンの方が。ファンの方なんですか。岡田さん、私もね、岡田って言うんですよ。って言った岡田さんが。あ、ごめんなさい。いや、岡田で迷惑をかけて。早く行って。早く行って言うか。並んでね、早く行って。早く行って言うわ。帰りたいね、早く。早く言うてないです。本当に、ちょっとまあ、その辺のね、ちょっと熱が伝わらなかったことは、本当に謝り申し訳ないんですが、皆さん、本当に本当にありがとうございました。またお願いします。ということで、また来週、増田岡田の増田。岡田、閉店ガラガラ。